自分が知っていることは相手も知っていて当然と錯覚するのはなぜ？知識の呪縛。皆さん、知識の呪縛という言葉を聞いたことがありますか？これはある分野に詳しくなることで、初心者や一般人とは異なる視点で物事を見るようになり、意外にもコミュニケーションが難しくなることを指します。今回の動画では、知識の呪縛がどのようなもので、それがどのように私たちの日常生活やビジネスに影響を与えるのか、そしてその対策についてお話しします。専門知識や技術を持っている方はもちろん、これから学ぶ予定の方もぜひ参考にしてみてください。1、知識の呪縛の背後にある心理学。知識の呪縛とは、ある分野において高度な知識やスキルを持つことで他の人とのコミュニケーションが難しくなる現象です。これは専門家がその分野に関する情報を過剰に持っているため、初心者や一般人の視点や理解できる範囲を見失いがちになるためです。心理学的な背後には、認知的なバイアスやメタ認知の問題が関与しています。専門家は、自分が持っている知識を当たり前のものと捉えがちで、他人がそれを知らないことを想定できない思い込みが生じます。また、専門家は、自分が持っている知識の範囲や限界について適切に評価できないことがあります。これは、メタ認知の問題とも言われています。知識の呪縛は、これらの心理学的な要因が絡み合って発生する現象と言えるでしょう。2、知識の呪縛に関する実験。知識の呪縛に関する実験の一例として、スタンフォード大学のエリザベス・ニュートンが1990年に行ったタッピングエクスペリメントが挙げられます。この実験では、被験者は2つの役割に分かれます。一方がタッパーで、指で机を叩いて有名な曲のリズムを伝える役割です。もう一方がリスナーで、タッパーが叩いている曲を当てる役割です。実験の結果、タッパーは自分が叩いている曲がリスナーに伝わる確率を 50% 程度と予想しましたが、実際にはわずか 2.5% しか正解されませんでした。これはタッパーが曲のメロディーを頭の中で聴いているため、リズムだけでもリスナーに伝わると考えたことが原因でした。一方、リスナーにはタッピングの音しか聞こえないため、曲を当てることが困難でした。この実験から、自分が持っている情報や知識を他人も共有していると過剰に考える知識の呪縛が明らかになりました。自分が持つ情報や知識を他者と共有できていると過信することで、コミュニケーションの障害が生じることが示されました。3、人間にとって知識の呪縛が必要だった理由。知識の呪縛は、一見マイナス面が多いように感じられるかもしれませんが、それが生じる理由は、進化の過程で人間が効率的に情報を処理し、コミュニケーションを行うために必要だったからです。3-1、ショートカットとしての役割。知識の呪縛は、人間が自分が知っていることを他人も知っていると仮定することで、情報伝達の過程を簡略化し、効率的なコミュニケーションを促す役割があります。すべての情報を毎回細かく伝えるのは時間とエネルギーがかかるため、何らかの程度の共有知識を前提にしたコミュニケーションが行われることが多いです。 3-2、 社会的なつながりの維持。知識の呪縛は、自分が持っている情報や価値観を他人と共有することで社会的なつながりを維持する役割も果たしています。共通の知識や理解を前提とすることで、コミュニケーションが円滑に行われ、人間関係が築かれやすくなります。4、知識の呪縛が発生しやすい状況。知識の呪縛は、特定の状況で特に発生しやすくなります。以下は、知識の呪縛が発生しやすい、典型的な状況です。4-1、専門家が初心者に説明する場面。専門家は自分の分野に関する知識が豊富であるため、初心者が持っていない知識や用語を前提として説明してしまうことがあります。これにより、初心者にとって理解しづらい説明になることがあります。4-2、文化的な違いがある場合、異なる文化や背景を持つ人とコミュニケーションをする際、自分が当たり前だと思っていることが相手にとっては当たり前でない場合があります。このような状況では、相手が自分と同じ知識や価値観を持っていると考える知識の呪縛が発生しやすくなります。4-3、組織内でのコミュニケーション。組織内では、同じ業界や部門で働く人たちが共有する専門用語や略語が存在します。
これらの言葉を前提としたコミュニケーションが行われることで、他部門のメンバーや新入社員などが理解できない状況が生じることがあります。4-4 グループ内でのコミュニケーション、友人や同僚などグループ内でのコミュニケーションでは、共通の経験や知識を共有していることが多いため、知識の呪縛が発生しやすくなります。特に新しいメンバーが加わった場合、その人がまだ共有していない情報を前提としたコミュニケーションが行われることがあります。ご知識の呪縛のデバイアス方法、ビルニット H4000 らによる論文では、専門家と初心者の知識習得における違いと知識の呪縛を軽減する方法が提案されています。具体的な対策は以下の通りです。 5-1 相手の知識レベルを理解する。コミュニケーションを行う前に相手の知識レベルや経験を把握することが重要です。これにより相手に合わせた説明ができ、知識の呪縛を軽減することができます。 5-2 分かりやすい言葉を使う。専門用語や難しい言葉を使わず、できるだけ分かりやすい言葉を使って説明しましょう。これにより知識の呪縛を回避し、相手が理解しやすくなります。 5-3 事前に情報を共有する。コミュニケーションの前に必要な情報や知識を事前に共有することで、知識の呪縛を回避することができます。これにより相手が十分に理解してから議論を進めることができます。 5-4 フィードバックを求める。相手に理解できているかどうかを確認するために、定期的にフィードバックを求めましょう。これにより相手の理解度を把握し、必要に応じて説明を調整することができます。 5-5 相手の立場に立って考える。相手の立場に立って考えることで、知識の呪縛に陥らずにコミュニケーションを行うことができます。相手がどのような知識や経験を持っているかを考慮し、その視点から説明することが重要です。まとめ、知識の呪縛は、専門知識を持つ人がその知識を持っていない相手に対して適切にコミュニケーションを行うことが難しくなる現象です。この心理現象は、専門家による教育やコミュニケーションで問題となることがあります。知識の呪縛を回避するためには、相手の知識レベルを把握し、分かりやすい言葉を使って説明し、事前に情報を共有することが重要です。またフィードバックを求めて、相手の理解度を確認し、相手の立場に立って考えることで、より効果的なコミュニケーションが可能となります。知識の呪縛を克服することで、日常生活やビジネスでのコミュニケーションがスムーズに進むようになります。この動画が面白かったら、チャンネル登録といいねをしていただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。